どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきます。で、今日の登録コースは5分5分シャープ6。これね、最近シャープ2か3したと思うんだけど、そのコース前にもやったことがあったんですよ。その説は申し訳ありませんでした。で、その時コメントにピオキングさんは1から4してますよってコメントが来ちゃって、だから今日はシャープ6をやっていきたいと思います。まあ、なんでシャープ5じゃないのって思うよね。確かシャープ5はめちゃめちゃ簡単そうで短そうだったからダウンロードしてないんですよ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 2.94%。 そういや最近さ、スタバとかでも編集したいなと思って新しいノートパソコン買ったんだよね。いや、スタバとかでさ、パソコンカタカタってしてる人いるじゃん。あれ意識高そうでなんかかっこいいよね。でも一つ恐れてることがあってさ、ていうか右に中間ポイントあんだな。なんだこのバグバグ下がんのか、キャリバグバグバー。ちゅうことはこの中間ポイントフェイクなんじゃない？一旦マッハで行ってみようか。まあ取れないとは思うんだけど、俺のテクニックならいけるぞ。なんだこれ。いや、スタバでさ、恐れてることがあるって言ったじゃん。編集中にイヤホンがすっぽ抜けてしまったらどうしようかなみたいな。あのおしゃれなスタバでさ、僕の悲鳴なんか響いてしまったらめちゃめちゃ恥ずかしいんだけど、どうしようかな。あがー、水が出たーとかでごまかせないかな。だから考えたんですよ、スタバはまずいなって、タリーズにしよう。どっちも一緒だよ。こいつは何かいいんか。バテバテバタッカー。さっきからこの場所で引っかかりまくっている僕はノータリーズ。何も言わないでもらっていいっすか。もうお前さっきからしつこいんだよ。え、何今日パックンだけが襲いまくってくるっていうコースなんかな。そんなん僕の引き出しがすぐになくなってしまいますよ。じゃあこのボム兵を叩いた瞬間すぐ右にダッシュだ。これでだ、ドバー。しかし分かっちゃったよ、ボム兵ちゃんを叩いてここでジャンプすれば問題ないんで。このハテナはなんで、フラマスだ。ナイス反射神経。お前めちゃっと燃えてるわ。そしてあのブロックを壊していけっていう感じかな。さあ、どかしていこう。やだやだ、やっほっ。あれ、なんで入れなかったのかな。多分僕の操作ミスだと思うんだよな。ここで上を失敗してたらドアに、あ、やっぱり入れたね。さあ、ここはキノコをと、うわ、どうしよう。上にジャンプする以外ないとは思うんだけど、隠しブロックは、あっ、やってる、やってる。これは電球が。いや、この仕掛けはめちゃめちゃうまい。裏にバネを隠してんのか。じゃあバネを踏まないようにジャンプして進んでいったらオンオフができるということですね。ここ隠しブロックはえ、ないね。右はないね。じゃあこれを履いていけっていうことかな。多分そうだと思いますよ。トゲピー。そういや、最近東京でオフ会したんだけど、30人来ればいい方かなと思って、まあ40人キャパぐらいの部屋を取ってたんですよ。そしたら60人から70人ぐらい来ちゃってさ、部屋が満員電車みたいになっちゃったんだって。いや、マジで申し訳ありませんでした。じゃあここは右か左か。いや、左以外ないよな。この砲台落としてストンと土管に入るだけさ。落ちろー。まあそんなにたくさんの方が来てくれるなんてガチで思わなかったからさ、ほとんど喋れてない方もたくさんいるんですよ。それをマジで反省しててさ、第2回東京オフ会をしようかな、攻めかなって考え始めてるところですね。そういやさ、ゆうとさんが来たんだよね。いや、めちゃめちゃ嬉しかったね。僕が芸能人に会った感じだよ。ここはね、マグマが来てるけど大丈夫かい、ここまで上がってこないで。そんでさ、そのオフ会で一番聞かれたことってなんだと思う？てるるさんってどこにいますかって。あれ、これ僕のオフ会じゃなかったっけ。まあてるるさんっていう方来てなかったんだけど、そういうやつなんですよあいつは。なんだ左上のドアが、こっちはもう戻れねえじゃねえか。土管は土管に入りませんね。やばい、さっきから初見さんの方が入りにくいようなトークばっかりしてる。一旦この辺でやめようか。で、このドアに入れば中間ポイントそろそろあるんでねえの。うわ、ないのか。これヒップドロップする。いや、一旦ヒップドロップしようか。これでやめてください。ここでヒップドロップしなくていいということは、当たりながら進んでって問題ね。このブロックはなんで、ただオンオフをするだけか。オンオフしてよかったのか。このカロンの甲羅を履いて次はヒップドロップするかいいだけ。いや、一旦してみようか。一旦してこいつらを一掃する。お前帰れ帰れ。いや、中間位置まですごく長くないですか、このコース。ここも当たりながら行って問題ない。そして右側が開いてドアに入る。これで中間ポイント2ゲットだ。ごめん、1だった。いや、これ間に合うのか。今度さ、マグマはあ、魚だ。
この魚マジで天才だと思う。タイミングもバッチリだったよね。じゃあ一旦左行きの右で逃げて、こんなーにーいや気づくかな。そういやパソコン買ったって言ったじゃん。30万したんだよね。30万のパソコンってなかなかやばくない？じゃあここはすぐだ。君たちそんなに僕に中堅ポイントを取らせたくないのかい？でもお前らの考えはな、もう分かってんだ。よっしゃえ、これどうなってんだ。え、ここ何？すぐジャンプしろっていう感じかな。なるほど、これでカロンがハゲてめってもキャブラルト。君はなんで？全くもって君の存在意義がわからないよ。じゃあオンオフをしたらパウが落ちてくる。そしてもう一個落とす。これで先に進めるっていうもんだろ。裸右下一マス下がったからパウを全部落とさなくちゃいけないんでねえの。そうすることでこのパックンの先に進めると。このパックンどこまで下に落ちるんだろうな。ジャンプしなきゃいけない。僕はギリギリ、いや結構短いのか。そしてこのブラッパ抜けられると思います。いやこれちょっとさ出てない。このブラッパいけんのかな。いけんじゃんこんなもの引っかかると思うだよ。そうくらい全然お見通してないんだよ。バーめっか反射神経がいいばっかりにジャンプなんかしてしまったぜ。メット受けるで、つららが壊れた瞬間すぐ左。そしてこのドアに入っていけばいいのかい。左のリンクはめちゃめちゃ取りたいんだけど、あれダッスン持ってきてくれたっけ。いや来たところでだよな。来てこっから一旦ガードしてみる。何がどうなってそういうことで。ということはですよ、このリンクを取るで上から出てくるリンクを取ってドアに入ればいいっていうことです。さあどんどん行こうか。今度はなんだ、リンクを持ってこい。やっぱそうだよな。でこのブロックを壊しいの、右のさオープンブロックとか砲台、これ何なんだろうな。一旦叩いてみようか。何もない。腐ったキノコとか物騒なもん出すんじゃないよ。そんなん食べなくても僕の脳みそはもう腐ってんだよ。これ下行けんのか。どこどこ行ってる。ゴールか、それとも中間か。一旦降りてみようか。特に何もない。これガードだ。いや合ってんじゃないこれ。え合ってる。わからぬ、これなくしちゃった。いいかな。でこのフラワーを取りの、このメットをかぶっていけっていう感じか。ごめんね、今ちょっとかみそうだった。えフラワー取ってくんだ。リンクのまま来いってこと。でもさ今フラワーがさあれしてたから無理じゃん。閉じ込めてたからさ全然意味わかんねえ。待ってちょっと考えていい。あそこにフラワーが出てきたってことは今なんか変わったな。え？え、何何やられ合ってんじゃないこれ。実はここで意味わからんて。謎は全て解けた。ここフラワーできていいんだ。でキノコ状態になって右に行く。これで多分中堅ポイントが取れるんでねえの。ほらオンオフが変わったもんだ。そしてボム兵が落ちてきます。え取れるよね。中間よっしゃいいよいいよ、中間取ってればな。まあまあここはやられる運命だったということで。スネオちゃん、君は何をしてくるんだ。僕を乗ったまんまでいいのけ。君を信用するよスネオくん。スネオスネークブロックに乗ってすぐ右に行きます。でこの P スイッチの裏何か隠してるのが見えんだよ。一旦それを見てみようか。あー P スイッチがなくなっちゃった。これは何。コインか。コイン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 。みんなこの P スイッチを踏んだらどうなるか予想しようぜ。この P スイッチを踏んだら砲台が左に来る。だから早めに左に行かなきゃいけない。なんだそれ。もうそろそろゴールが近いっていうことは分かってんだ。さあこのドカーに入っていいのかい、それともカロンのコーラを取るのかい。一旦上に行ってみようか。いやこれ合ってんじゃない。くっさー助けんだから僕は今日もこの靴がいるっていうことはお分かりになりましたよ。でこれがないとゴールができない。そう、うわこういうパターンか。スターを取って早く進めとそういうことだね。なるべく右の方から取ろうか。そんなパウダーから引っかかるかよ。さあこれで早めに行こう。そしてピスイちゃんどうする。裏にリンクも隠れてるね。このリンクを取っていきます。よっしゃ来た来た来た。ここは一回も引っかからなかったですよっと。上も、あ、上には行けそうにはないね。じゃあこの土管に入って本当にゴールさせてもらうぜ。いやないね。え、ゴールないの。これはない。なんか嫌な予感がする。大丈夫、早く右に行かなくちゃいけないみたいな。そうだろ。なんだよゴールってさまあまあまあゴール長、全然ないじゃん。これ何。
やるやん。いやあのね、右のドッスンがいるじゃん。あそこになんか隠れてんのか見えんのよね、裏側に。あれなんなんだろうな。じゃあここ叩きます。叩いてすぐ左に逃げてみようか。いや、うん、俺でよかったのかな。でも一回叩くでしょ、そして下の土管に会える。なんかさ、後半になってめちゃめちゃ簡単になってきてないか。制作者さん疲れたんですかね。うん、ヒント、うん、なんない。そこのピース位置を叩いて戻ればよかったのね。そんなのわかるか。さあ、スターを取って戻ってきましたよって。このリンクを取ってピース位置を踏んで戻る。で、あの土管の戻り方なんだけど、下からなんか出てくんのかな。いや、これ戻れ。なるほど、ブラバが出てきてくんのか。そしてここで靴を手に入れると場所、この土管に入ってくる。今日のトロールコース激ムズっていうわけじゃないんだけど、シンプルでめちゃめちゃ面白いよね。引っ掛け方もシンプルですごくやりやすい。さあ、ここは何もしないでいい。そうだろ。そして上に行く。なんじゃそりゃ。うまい具合にキラーの後ろに隠れてたんだね、スネオちゃん。でもな、あんまり置いたが過ぎるとバラバラに分解します。今みたいにね。さあ、土管に入っていこう。もうそろそろマジでゴールあっていいって。あれはもはやゴールか。いや、ちょ待って、こっちにもう行くしかないよな。で、上下って書いてたね。上ボタン。あれ、ドアがあるわけでもない、土管があるわけでもない。え、これどうすりゃいいの。これ、だっ、いや、上、全然わからん。ただ一つ分かったことは、あのツタがゴールじゃないっていうこと。だから、あのツタに捕まっても意味がないんだよ。これで大丈夫か。で、こっからどうすればいいっていう話だよな。もう一回このドクロ乗ってみようか。そうすると、やっぱ土管もないし、まあ、なんか崩れた音聞こえたね。はぁ、これゴールしたんじゃない。ゴールの演出だよな、きっと。どこいる、なんだそれ。そのちくわブロックは何よ。このコースはバグコースかい。2回目も左押しっぱなんじゃない。なぜかちくわブロックが現れたからさ、絶対バグだと思うんだよな。そしてこのさ、エレキギターみたいなやつあるじゃん、絶対ゴールって思っちゃうよな。うわ、これね、マジで騙された。で、ここで左押しっぱ C の、あ、このレフトに乗れちゅうことかな。よしよしよし。で、上ボタンを閉める。あ、なんかまた壊れた音聞こえたね。また左押しっぱかな。右、左、上、あれがゴールだ。だから上を失敗でいいんじゃない。どこに出てんだよ。早いんだ、天才です。え、チェックポイント1に戻ってきてた。え、今のチェックポイント1戻し、嘘だろ。おい、いやー、これさ、今3回目なんだけど、3回目めちゃめちゃ上手くない。絶対右に出るって思っちゃうよな。じゃあ次は何もしない。そしたら、あ、こっから右に行けってことよ。頼む、やったいや、仕掛けが本当面白くて楽しいコースでした。で、これシャープ7まであるから、いつかやっていきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。一発マリオ水中の木。サムネを見る感じ、スタートからゴールポールの方に降りるように泳いでゴールすればいいだけっていうコースだと思うんだけど、クリア率が結構低いのよ。で、説明文に初見殺しって書いてあるから、まず一発でクリアさせてくれないんだろうね。いやいや、初見殺し大歓迎ですよ。僕からしたらご褒美でしかないで。それじゃあやっていこうか。クリア率は 2.13%。そんでさ、初見殺しって言ったら大量の敵が降ってくるとかそんな感じって思うじゃん。詳しく見るを見てみた感じ、そんな感じじゃなさそうだったんだよな。で、ゴール条件がコインを1枚。ちょ、待て、オートスクロールか。まあまあ、最初はオートスクロールから逃げてみようか。このオートスクロールどこまで来るんだろうな。あそこで止まってくれんのね。で、1枚のコインはこの木の中かな。こっから出てきたらめっちゃ楽じゃない。上に行けませんよ。オートスクロールが来るより早くこの木のてっぺんに捕まればいいだけだ。無理よ。分かった、オートスクロールに押されていいんだ。で、木のてっぺんに行ったら上。だがが木のてっぺんに捕まるだけ、そんなに難しくないだろ。これマジめちゃめちゃむずいんだけど。え、たったこんだけで。腹立つ、マジで全然木のてっぺんに捕まれないんだよね。このネルネルネルでか。オートスクロールに押されちゃいけないんだよな。じゃあこの辺で上。今コイン出てこなかった。あれ、コインは。よし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 。コイン消えてんじゃねえよ。いや、さすがにもうゴールできるよ。コインが出たら木のてっぺんにつかまつります。観念しろコインよ、お前はもう虫の息なんだよ。で、ここで木につかまってすぐにゴールすれば大丈夫と。よっしゃ。
いや、新しい一発マリオを見つけた感じだったね。すごく楽しませていただきました。どうもご視聴ありがとうございます。